や、ペコーラさ、マジラストハマっちゃったから、なんだろう、その動画とかさ、もう見まくってたの。なんだろう、人の、その、レイド動画とか、あとなんだろう、そのカイロとかの、もう動画とか、いろんななんかラストの実況とか、実況っていうのかな、あれわかんないけど。なんか動画上げてる人とかの、なんかむさぶり見てたよ、ペコーラずっと。むしろ作業しながらその動画を見たりとかしてたぐらい、めっちゃハマっちゃってたの。そう、だから対空ミサイルも動画で知って、あ、これって、あれなんだ、ミサイル撃たれた時にできるんだとか、ヘリとかもこれぶっ壊せるんだと思って、最終日に、もしペコーラのさ、ところを襲う人がいたら、それでやっつけたいなって思って、その対空ミサイルがどこに売ってるのかとかを調べて、普通にセーフゾーンにあったから、ラッキーラッキーラッキーと思って、ちょっとね、隠して用意してた。そう、みんなにさ、めっちゃやってるって言われるんだけど、素直にね、面白い。ラスト。なんかペコの物集めるのとか結構好きなんだよな。めちゃめちゃね、ちょっとね、ハマっちゃったラストは。でもね、さすがにね、硬すぎたかなとは思った。あんな大勢でやってさ、TC、ま、TC の場所がね、多分、分かりづらかったのもあったと思うペコだけど。だから、今度からだと思うけど、常勤族とかの、高層版あれ、走行版はなしにしようかみたいな話はね、出てる。あと、タレントとかの数とかも、なんかなんか少なくした方がいいかもって提案はしといた。昨日のそのやつやって、ペコーラが感じたことをね、ちょっとね、提案してみた。みんなに。走行版なしプラスタレットとか何個も置かない方がいいかもみたいな。まあそれがどうなるかはね、またシーズン3でって感じかな。あずちゃんには物資結構もらったの。火薬をね、めちゃめちゃもらった。なんかね、あずちゃんが練習がてら裏で雪のところのなんか基地みたいなところを練習してずっと周回してたんだって。で、それでなんかワイプの日の前日、前々日ぐらいに、なんかペコちゃんってチャットが来て、ワイプの日できないからもしよかったらって言ってくれたのよ。で、行ってみたらめちゃめちゃ火薬あったりとか、常勤族もちょっとあったりとかで、めっちゃ助かった。そう、一応なんかシーズン3もしやる時があれば、もしよかったら一緒に遊ぼうねぐらいはね、話したけど、シーズン3をやるかどうかはわかんない。